そういうもんじゃからどうからどう見てもメロンソーダだよ。それこっちゃ。ね、あ、来たよ。あ、ありがとうございます。こんな感じなんですね。油を少し引く。はい。落ちない。誰も落ちない。じゃあ。本当知らないんだから。すいません。明太子が焦げついてるよ。もうちょっと。ちょっと。すごいすごい。土手を作って。はい。流し込んで、行きましょう。もういいんですか？入れちゃって。ダブル撤回して。3回ぐらいに分けてやるから。おー、なるほど。来た、来た、来た。暑いんだよな。あ、いいよ、降りちゃって。いいの、大きいんだ。いただきます。いただきます。初もんじゃ。初もんじゃ。なんか、美味しそう。どう、初もんじゃ。うまい。よかった、よかった。うまい。よしよし。めっちゃかっこよくしてくれてるから恥ずかしくないか。かっこよくなりすぎじゃねえ。そうそう、ちょっと思いましたけどね。でもなんか似てるよね、みんな。似てる、なんか特徴がやっぱね。そう、さすがでした。いや、もう単純に嬉しかったですよね。嬉しいね。最高。ここにシェアハウスの同居人が実は女の子だと知ってしまったらどうする？どうするだろう。これでも夢の状況だな俺。でも気づくよね普通。だから気づかん女子ってことでも、トマンが実は女の子だったって言われて、ああね、って言われたら、だから結構どっちかわからんっていうのはあります。いや俺は多分ね、ちょっともうそういうのを出さないようにしようって、そのバレちゃったことをね、うん、こう隠そうとは思うんだけど、多分態度に出ちゃうっていうか、やっぱ急に女子として意識しちゃう、あ、扱っちゃう、そう、なんか女の子扱いしちゃう、そう、なんかもう目見て喋れなくなったりとか、おなんかそういう風にしちゃっちゃいそう、今まで通りできなさそう。確かに急に知ったら、あ、でも俺多分変わらんと思う。変わらない。変わんない。本当か？なあ、いつもみたいにこうやってじゃれ合うことができるか。確かにボディータッチはね。そことかもね、なんかボディータッチはボディータッチはさすがになくなると思うけど、俺は増える。なあ、ボディータッチ増える。俺は増える。逆に今まで通り行こうやと。いやもう それはちょっとずるいから。今まで通り行こうやって今ちょっとずるいから、逆に振り切って行きますよ。なるほどね。あっちにも気使わせないように。もう今女の子として、俺は普通に女の子としても行きます。あ、女の子として接する。どうせ可愛いんでしょ。なんでだよ。どうせ可愛い設定でしょ。可愛い設定。もちろん好き。もう好き。あ、ごめん、イメージ的に、イメージ的には女の子の親友みたいな扱いするのかなと思ったら、もう好きな、好きな、もう好き。みんなそんな自分の中ですぐ切り替えできる。もう好き。ずっと男友達と思ってたやつ、好きってなれる。好き。おお、早いな。翔平どうするんですか。翔平も迷ってましたよ。でもどっちだろうな。いやでも女の子って知っちゃったら俺もなんかちょっと今まで通りにはいかなくなるよね。だからその陽次郎と一緒や。俺もきっとちょっとテンパるとか、テンパっちゃう。なんかこうやって、いつもこうやってこうやったりしてたのが、確かに、そうだってなるとね、なるよね。今まで通りにはできなくなるよね。確かに、それはどうする？言う。絶対言う。理由による。なんで隠してたのか。ああ、まあそうね。そこ結構問い詰めると思う。なぜ隠した。問い詰めって、逆にどういう理由だったの。要、問い詰めそう。なぜ隠したんだと。問い詰めそう。逆に怒って。いや、だって隠してんじゃないの。スパイみたいなことでしょ。そうし、なんか多分恥ずかしいじゃん。なんかこう多分男にしか見せへん部分とかもずっと見られてきたって思うと、なぜ隠した。問いただすよ。問いだしていきそうやわ。
まず知りたい理由を。で、その理由によってはやっぱりこう今まで通り他の人に伝えずに終わるかもしれない。なるほど。俺は絶対言わんな。じゃあそれはそうだけど、そうにするってこと。誰にも教えない。やばいよ。この人やばいよ。翼どう？翼。翼はどうだろうな。でもやっぱ多分自分だけが気づいてるってことは。漫画でもそうやったそれはもうその状況や自分だけが相談相手に伝ってやれる足つったから足つまさかマジマジマジごめん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 大事なところですよ漫画の喋りたくないごめんごめんごめん漫画とごめんマジでごめんマジでごめんお前の伝っていらないんだよあと取れなくてさいやだって本当に翼にカメラ行くの嫌だったのか違う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 翼ちゃん翼ちゃんごめん翼ちゃんごめんもう翼さあほらいじけたの。翼も聞きたいじゃん。マジごめんマジごめんマジごめん。なった？なったなった。ほらほら翼。すいませんすいません。第1巻の。表紙よ。ごめんごめんごめん。申し訳ない申し訳ない。もう一回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 。翼は何の話しよう。あの気づいたら気づいてしまったらどうするかってこと。そうだね。でもやっぱり自分しかね相談相手がいない。まあ、あそうだよね。そこをやっぱこう、まあ、なんていうか、ね、相談相手になると思う。相談相手になれるし、うん、で自分も相談できる。ああ逆にね、で何の相談するんですか？恋の。ああ、ね。でも完全な友達に。友達に。でも、なるほど。だからお前ら二人はだから宝物見つけたら一人で取り締めするタイプってことで違う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 宝物別に女の子に関してだなんか余計目がガチ目がガチ聞こえが良くならなかった俺が言いたいのは俺が言いたいのはそのなんだろうその漫画の中でも漫画の中でも自分だけが知ってるしあれだけどやっぱその隠さなきゃいけない絶対何か理由があるんですよはあ、あもうそこも何か理由があるはずだからそれを言っちゃうとあそれをみんなに言っちゃうと、うん、その子かわいそうだから俺は守るじゃあもう理由も聞かないいや理由は聞く聞くんだ俺理由聞かないそう理由聞いて聞いた上で聞いた上でですけど聞いた上で何か理由があったとしても何かそのバレちゃいけない何かがあったんだったら俺はそれを秘密にする秘密にするそれはでも一緒ですねただ俺は恋はしない恋は恋はしない恋はバリ恋はする恋ジロージローどうするまあその人によるよねやっぱりまあそんなにリアルなこと言われるやつそうなんですよいやえ何これなんかちょっと恋バナみたいな展開に持っていく感じ違う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 過去の学生の時のなんかそういう淡いエピソードと交えなきゃいけないやつ。いやいやいや、知らないの？全然違う。欲しくない。欲しくない。知らない。欲しくない。どうしますかって聞いただけだから。何の人いらない。話したいの？え？話したい。いやいやごめんごめんごめん。なんかちょっとそういうなんかキャピキャピな感じかと思った。まあでもそんな感じですよね。まあ。そんな感じだね。まあなかなかこう。でもそういう状況にならないですかね。もうそれはもう欲しいね。でもね一度。そういうのはちょっと。翼が実は女の子だったみたいなことでしょ。ここで。もう一種の感じで好きになるのタイプじゃないタイプじゃないそこの、まあ、そこかそこですかね翼が女の子やったらだ結論タイプなら好きになっちゃうそうじゃなかったら今まで通りそうってな感じでしょ、ね、でもボディタッチは減る増える言うだけ増える、ねうん、そんな感じかもなリアルはそうかもなでもはい、10月6日に僕らと一つ屋根の下、待望の1巻が発売されますので、はい、皆さんお楽しみに、うん、お楽しみに